たね。ゴビの狐のエルダークリード、今まで聞いたこともないタイプですが。どんな相手だろうとやるべきことは同じだ。そうそう、実体があるなら何とでもなるしね。ああ、行くぜみんな。もんだね。これであとはあの白いチビスケだが。見たところここが終点みたいですね。異界の子、一体どこに行ったの？お見事。まさかお前が化けてやがったとはな。そんなことまで可能だなんて、やはり人間ではないみたいね。この地に眠る力を少し借りさせてもらっただけさ。君たちの力も一応見させてもらったよ。どうやら選択に見合う資格は持っていそうだね。でもよかったのかな。果たしてその選択が正しいかどうかはわからないわ。何を聞いたような口を。ああ、確かにな。正しいかどうかなんて飛び込んでみなければわからない。決意も覚悟も本当の意味で固まっているわけじゃねえんだろ。だがそれでも俺は自分の流儀に従うことにした。少なくともそれを貫き通せば
どんなことになったとしても後悔はしないだろうからな。コウ先輩。そう、決めたのね。なるほど。なら、その選択がどんな未来を紡ぐのか、これから楽しみに見届けさせてもらうとしよう。健闘を祈るよ、君たち。元通りに動き始めたみたいです。旅館の皆さんももう大丈夫でしょう。よかった。まったく、どうなるかと思ったよ。でもあのロリッコ、見届けるとか言ってたけど。彼女の真意や目的はわからないけれど、ひとまず今夜は一件落着と考えてもいいでしょう。ヒイラギ、それに美月先輩、今回のことでようやく自分のことが見えてきた気がする。俺自身の流儀を、森宮の町とそこにある大切なものを守りたいっていう嘘偽りのない気持ちを。コウ先輩。言うじゃねえか。決意も覚悟も十分とは言えないかもしれねえ。だがその流儀を持ってこれからも関わらせてもらう。これが俺の返事だ。時坂君、そう、私も参加させてください。森宮学園、やはり気配はここからか。あの時の、面白い。闇に紛れし何か、今こそ姿を見せてもらうぞ。
なるほど、それが例のゲートか。確かに珍しい形状だな。どうやらそこに逃げ込んだようだが、まさか異界の子なのか。可能性は低そうだが、少なくとも見極めておく必要はあろう。我らが目的の支障となりうるか否かは。了解した。協定通り今回はこちらも同行させてもらうぞ。好きにするがいい。時が欲しい。行くぞ。噂にかなわぬ腕前だ。明るいことはいい。
先へ進むぞ。
さ、気を引き締めるとしよう。Thank you.
はじけつけろ。ブレード。はじけつけろ。ブレード。はじけつけろ。ブレード。バリスタ。収束したか。得意点もなしにあれほどの深度の異界が現れるとは。あれとの関係は？気配は感じられない。今のところは夜の学園という場によって怪談めいた幻影が生まれた。そんな前例もないわけではない。だがあのゲートは。いずれにせよ今はピースが足りないか。了承した。ひとまず反応は消失、目標は達成できたと言っていい。ゲートについては一応ファクターとして把握はしておこう。ご苦労だったな騎士殿。ねぎらいなど不要。私は協定に従ったまでだ。ああ、そういえば彼らについての続報も近々連絡させてもらおう。なかなかどうして面白い試みになりそうだぞ。全てはポーンに過ぎない。この私でさえもな。せめて利用価値があることを祈らせてもらうとしよう。
いずれにせよその時は近づいている。チェックをかけるのは我々か、